いつもご飯をおごらされていましたね。私もいつも迷惑かけられっぱなしで、彼女たちが来るのは不安だなと。ちょっとちゃんと紹介しなさいよ。我が名はフニフラ、コウマ族随一の弟思い。そして我が名はドドンコ、コウマ族随一の、なんだっけ。次の時代は私たちが作るダブルインフェルノ。ちょっとドドンコ、クエスト行く前に忘れ物ない？っていうか、何のクエストに行くんだっけ。我が名はフニフラ、コウマ族随一の弟思い。我が名はドドンコ、コウマ族随一の、なんだっけ。コウマ族の名にかけて。みんな、ご元気？雪とみなるです。ということで、今回なんですけど、フニアドドンコ、プレイヤブルキャラクターとして追加されました。というわけで、フニフラドドンコの性能を見ていこうと思います。はい、敵全体に155%、非属性魔法ダメージ&味方全員の必殺ゲージをショーアップ。でさらに非属性のダメージもショーアップするという。でランダムの敵に152の非属性魔法ダメージを2回与えて魔法防御を中断。でさらに味方全員の B 小戦をチューアップ。で魔法攻撃力が 6%、 必殺スキル攻撃が 10% アップしますよといった形ですね。で必殺バーサーはダブルインフェルノ、敵全体に245の非属性魔法ダメージ&弱点属性によるダメージをショーアップ状態。味方全員のスキルチャージを小短縮といった性能となっております。まあ、こちらに関しては今後エクストラといった形で、まあ、主にフェスゲーに近いような形のものですね。はい。なのでエクストラメンバーという形で、まあ実質ペアキャラなんで、まあちょっとね、まあ開催時期としては伝説冒険者と被りやすいといった性能にはなるのかなと思います。まあ一応ステップガチャに関してはステップ1がまあ無償で引けて、そこから2、3は優勝といった形となってますね。ドドンコはよく寝るから発育がいいそうだよ。というわけで今回のはアルエでございました。まあやっぱり一部映り込むといった形ですね。フニアドドンコが前でカズマさんといった形でございます。まあ今回はね、魔法パー、主に魔法パーなのでバトルアリーナが、まあ魔法ねそこまで少ないというのもあって、まあ今回の上位を狙うならフニフラドドンコが必要になるかもしれませんね。というか確実に必要なんです。というわけで今回はゴブリンエリート、異属性攻撃が有利です。また風、
封印耐性があると有利に戦えますといった形でございます。というわけでね、まあ封印してくるというわけなので、まあ封印耐性があってもいいかと思いますね。この巣はお店の開店までには帰りますよ。内緒ですよ。メロメロになっちゃって残業はしません。かわいいってズビよね。まあ普通にな、かわいいってズビよね。でもプニフラに関しては正直言うとガチャしか出ないって言った。性能っぽいっちゃっぽいんですよね、今のところ。お嬢様、お怪我はありませんか。今回配布としてそういった形に出ないっていうことは、エクストラメンバー、つまり星4のフニフラ、ドドンクを手に入れるしかないってことなんでしょうかね。新しい、そうなるんですか。あとは今回のイベントで、まあ、初かな、まあ、初というか、まあ、このファンとしては初というか、まあ、このスパとして初なのか知らんけど、フニフラドドンコがカスマのね、このスパカスマたちの屋敷に向かうというか、そこから始まるという。ついてこれるかしら。それまで良かったなと思う。メロメロになっちゃって。やっぱりフニアドドンコプラスアルエみたいな。あとはユンユンがついてくるかって形ですけど、ね。これもパレル様のため。そういった形なんだけど。割と今回は。これが賢人流よ。いいなと思った。もう失敗しません。まあなんか新鮮さがあるというか、そう感じましたね。我と相対するものすべて。このスバ。というわけで、まあ一応輝きはもらえるんだね、10個だけど、まあ、一応輝きはもらえて、まあこれがフニアードドンコの大好物といった形ですけど、熱々のおでんといった形になるっぽいっすね。勉強してそれしかないよね。シオンしか存在してないよね。やっぱたくさん勉強して、いつもなら星さんがあるんだけどご所望の品はあるかな、あったりとかはするんだろうけど、うん、ないね。クレアの後にないもん。バトルアリーナのアリーナメダルでも交換ができないほどになってる。星1もないわ。星4しかねえ。スキルポーションがこんなことあっていいのか。たくさん勉強して、あの人のようなかっこいい爆裂魔法を、学園での私の成績を知りたいですか。もちろん1位です。はい、ってことで以上となります。ということでフニアドドンコがね、追加されたはいいんだけど、まあエクストラということでね、まあ
限定というか、まあフェス限近いような存在しかないといった形ですね。まあ今後こういったこともあるっちゃあります。はい、エクストラつまりフェス限しか出ないというキャラも増えてくるといった形が、まあ、ようやくですね、まあ、ようやくこう何でしょうね、衣装違いというわけでもないけど、新キャラとしてね、限定にしてしまうという、そういったのが、まあ、このファンにもついに来たかといった形となります。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなるでございました。またね、バイ。エンディング。